こんにちは、ずんだもんなのだ。今回はおふるのノートパソコンをサーバに使う方法をお話しするのだ。サーバといったら、サーバ用の CPU とか使ってとか、サーバ版の OS でないと高機能でがっつり使えるとか、せいぜい3、4人の家族が使うのにバカバカしいのだ。商用のレンタルだから SSH と FTP なのであって、家の中のローカル環境にくっついているのにわざわざ面倒な方法を使うの？というか、何百人も使わないのにメモリいっぱいとか、デスクトップに 200MB 使うのが悪いことなんだろうか。サーバ動作の使用量などもグラフ表示できて把握もできるのに。というわけで、ご家庭で使うために 4GB から 8GB のメモリの中古のノートパソコンを使うのだ。7世代までならちょうど Windows10 に見放されているので、お安く手に入るのだ。こんなのとかこんなのでいいのだ。 Ubuntu のインストールの仕方はこの前の動画で紹介したので、概要欄にリンクを貼っておくのだ。というわけで、 Ubuntu 22.04LTS を使って家のローカル環境で IP を固定してリモートデスクトップできて、蓋を閉じていても起動するし、サスペンドしないでいつでもリモートには入れるような環境を作るのだ。その前に一つだけお願いがあるのだ。この方法でアルファさんは10年を超える間ウェブサーバなどを問題なく運用できているのだ。でもそれは家の中からネットにアクセスする場合にウイルスなどによってバックドアなどを作らせない、ウェブ閲覧やダウンロード、実行環境を全てのパソコンに備えさせているのだ。特に広いものの Windows でセキュリティアップデートがないなんてもってのほかなのだ。無料ので十分なので、軽くて有料なアンチウイルスソフトやマルウェア検索駆除ソフトは特に Windows には当たり前の装備なのだ。これをしているので家の内部のローカルネットはプライベート設定にできるのだ。では本題に入るのだ。まずはローカル IP アドレスの固定なのだ。簡単に言うと、ルータ側で IP をくれるんだけど、そこで固定できるので、ルータの使い方を見て設定しないといけないのだ。このルータではパソコンの方の MAC アドレスという機械的なアドレスをどの IP アドレスにするかを指定できるのだ。 MAC アドレスについては説明の途中で出し方がわかるので、この情報で設定するのだ。ちなみに、この IP アドレスの振り出しは貸し出し妻リリースといって、ほとんどのルータでは24時間がリース時間なので、再設定時には各種の機器を再起動したりリセットしないといけないこともあるのだ。今の多くのルーターはこの方法なので、やってみてほしいのだ。では Ubuntu は起動したものとして設定を始めていくのだ。まず蓋を閉じていても再起動やサスペンドにならないようにするのだ。このように端末つまりターミナルを呼び出して、結構大切な部分の設定情報を変えるのだ。ナノというエディタつまりファイル書き換えソフトを使うのだ。書き換える部分は蓋つまりリットスイッチを無視するイグノアするようにするのだ。このエディタは書き込みがコントロールを、終了がコントロール X なのだ。ここで一旦再起動させたのだ。次はリモートデスクトップのパスワードが毎回変わらないようにキーリングを解除するのだ。まずこうやってパスワードと鍵を出して、ログインを右クリックして、クを解除を左クリックつまり選択するのだ。最初の承認のパスワードはログインパスワードなのだ。次はパスワードを変更を選ぶのだ。元のパスワードはログインパスワードなのだ。あとは変更後のパスワードを入れずに進むのだ。これでキーリングは解除されて、パスワードが毎回変わることがなくなるのだ。次はこのように設定を出して共有を選択してリモートできるように設定するのだ。VNC と RDP つまりリモートコントロールを設定するのだ。 RDP ユーザー名はドメインといってメールアドレスみたいな形式が一般的らしいのだ。さっき
キーリングを解除したので、ここでパスワードを打てばそのままそのパスワードが有効なのだ。一応コンピュータ名もそれらしくつけておくのだ。最後に確認。これでリモートデスクトップを呼び出して表示できるのだ。次はファイアウォールをきちんと設定するのだ。同じようにターミナルを出してデフォルトでは閉じさせて。5901番のポートを開けるのだ。リロードで再読み込みさせて適用させるのだ。ステータスで状況を確認できるのだ。今白くしたのが IP アドレス、赤枠のこっちが MAC アドレスなのだ。さっき話したようにこのアドレスは機械についているので、ルータに入れて IP アドレスの固定に使えるのだ。ステータスで解除確認、そして再起動するのだ。出てきたのは無リモート NG というソフトなのだ。これでデスクトップを実際にリモートで出せるので設定してみるのだ。表示名はズンダモンで、IP アドレスはさっきの 192.168.0.17 なのだ。あとユーザー名とパスワードはサーバ側で設定したものを入れるのだ。そしてもう直っているかもしれないけど初期のバグもあるので32ビットカラーにしておくのだ。接続をポチるとちゃんとリモート画面が出たのだ。例えばフォルダもこんな風にちゃんと開いたところが見れるのだ。このままだと全体が見渡せなくって面倒なので、自動的に全体のサイズを今の大きさに合わせてくれるようにするのだ。さて次は設定を開いてリモートデスクトップができなくならないように画面のブランクをしないにするのだ。だけどこのままだと液晶がついたままで壊れると嫌なので、スクリーンセーバーを入れるのだ。このコマンドを入れればインストールできるのだ。そしてパソコンが起動した時にこの機能を使いたいので、自動起動するアプリケーションに登録するのだ。名前は何でもいいんだけど、その機能が動くために設定したのだ。このように設定するのだ。これで今回の全ての設定は終わりなのだ。再起動してちゃんと起動後につながるのか試すのだ。はい、ちゃんとつながったのだ。これでこのノートパソコンはベッドの下にでも蓋を閉めておいておけばいいのだ。もうこの設定の後でマインクラフトのサーバにしたノートパソコンがベッドの下に実際にいるのだ。この設定では一応ログイン形式でパスワードがいるし、ルータで守られたローカル環境にあるので安全は守られているのだ。ただ最後に一つだけ言いたいのは、内部からの操作で安全は保たれているのだ。だから最初にお話ししたように守りを固めていても、例えばメールについてきた実行可能ファイルを動かしたりすれば、その人のせいで内部から攻め入ることができるのだ。だからすぐに見つけて退治したり元に戻したりするのに、ソフトはきちんとセキュリティ上問題なくしておいてバックアップも取っておくことが大切なのだ。アルファさんのところではバックアップはクローンジラで撮っているのだ。機会があったら紹介するのだ。また今度も基本設定動画は作ってみたいのだ。長い時間見てくれてありがとう。また今度も見てね。